ではせっかくなので、あなたは人気者、スタンドマイクでやってみたいと思います。じゃん。あなたは人気者だ、バンバンバン、悔しいけど素敵、なんとかきっかけを作りたいけど、ちょっと上級じゃなかなか難しい。だんだんあなたに相談があるふりして、誘ったのは後日よ、ずるい私、秘密で二人きり会いたかったの、うまく騙されてくれて Thank you、 やった嬉しいな、なんだかデートみたい、私ずっと狙ってた。何を聞いて行こう、スカートがいいのかな、気に入られなくちゃ頑張らなくちゃ、初めて感じたのよ、あなたは人気者ナンバーワン、悔しいけど素敵、誰が認めるのか、勝利の星、みんながそのチャンスを狙っている。ちゃんちゃんオープン、テラスで待ち合わせして、メイクはバッチリ決まっていたけれど、待てる他の男子のあなたは、相談役の顔しかしない、やばい雰囲気ね、話盛り上げなくちゃ、これじゃ彼が変えちゃう、何を話そうか、嘘の悩みじゃダメな、気に入られなくちゃ頑張らなくちゃ、初めて感じたのよ、あなたは人気者ナンバーワン、悔しいけど素敵、私じゃダメかしら、いい女よ、なんとかして一歩でもリピートしたい。今日は初めて黄色いミニスカートを履いてみました。やっぱ17歳の黄色いスカートは欲しくて、ちょっと感じは違うんですけども、ロックアライブの、あの分かりましたとかの感じの服装にしてみました。大切そうだね、話盛り上がらない、これじゃ私バカみたい、どんなことしても次に持ち込まないと、気に入られなくちゃ頑張らなくちゃ、恥じる感じなのよ、あなたは人気者ナンバーワン、悔しいけど素敵、誰が認めるのか、勝利の星、みんながそのチャンスを、あなたは人気者ナンバーワン、悔しいけど素敵、私じゃダメかしら、いい女よ、なんとかして一歩でもリピートしたい。チャンダラ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 、チャチャチャン。あ、楽しかった。やっぱね、マイクスタン
ングだとやっぱりね、あの両手が使えるので雰囲気出まして、ね、森高ファンの方にも喜んでいただけたらいいなと思っています。で、本当はね、今日もコスプレじゃなくて、まあ、これはちょっと可愛いらしい感じの曲なので、やっぱりあのデート服みたいな方がいいかなと思って、あのいつものピンクのね、普通の私のあのお外を歩いてるような格好でやろうかなとも思ったんですけども、それでもうあの2人は恋人歌っちゃったので、やっぱりこの曲に関しては結構あのライブ感も強いので、こちらの黄色いミニスカートの衣装に着替えてみました。ありがとうございました。あなたは人気者でした。ありがとう。